よいしょやっほー、久しぶりん久しぶり、こんばんはこんばんち、やっほー、今日はなんとカラコンをしてるんです。じゃーん今日は久々に時間ギリギリに間に合わなさそうでちょっと危なかった。やっほーみんな元気にしてた？今日は別に何か何もなくて配信してるわけじゃなくて、ちゃんとみんなに告知があって告知があって配信してますそうなんです、そう何かある時しかあんまりやってなくて、久々にねちょっとテロップにも書いたんですけど初めてのねソロイベントを開催させていただくので、ちょっと昨日決まったんですよ。でもこれも昨日ショールームをしようっていう話になって、そうもともと別に今日する予定でもなかったんですけどそうする予定じゃなかったんですけど、昨日何じゃあこれを告知するから、なんか配信とかもしあればしてもいいんじゃないかなって思うよみたいな感じで言われたので、あじゃあショールームあるからじゃあショールームしますって言って急遽昨日、そう告知することは昨日、告知することはもうずっと前からこの日って今日っていうのは決まってたんだけど、配信するのは昨日決めて今やってますありがとう天野さん、タビコさん。だから何時までやるとかも決めてなくて全く。だからね、私が満足いくまで話したら終わろうと思います、今日は。オレンジさん、トムさん、イタズタさん、タルコさん、ねえ、みんな、私がさ、久々に、私がさ、全然配信しないからってさ、みんな私のアバターじゃなくなってるんだけど、これどういうこと？今すぐ変えてきて。どこまで読んだ？タルコさん、ソースイさん、つぼさんしーさん、キッチンさん、ハローさん、栗原さん、アランさん、ひろさまるさん、まさはるさん、まさとさん、かんじさん、ゆたかさん、ひつじかんさん、ねずみきゃんさん、オランさん、ダイヤさん、ラーリさん、つかさん、もみさん、あきらんさん、ダイヤさんもありがとう、ぐんちゃんさん、たかみーさん、ちょっと待って、としのりさん、伊豆さんもありがとう、早起きさんもありがとう、ちょっと待ってね、みんなどんどん下に下がっちゃう、ずばり告知がなんかねえ、そんなこと一言も言ってないのにさ、なんかさ私のこと責めるコメントばっかりあんだけど、どういうことねえ、なんで私のこと責めてんの、おかしいと打ち上げさんもありがとう、藤木さんもありがとう、まちさん、コートさん、662さんもありがとう、鈴鹿ちゃんもありがとう、ザキザキザキさんもありがとう、和田さん、ケンさん、大森さん、ヤスさんもありがとう。そうだからちょっと今日はイベントについてちょっと話したいなと思います。なので皆さんもね、なんかこれやってほしいよとか、なんかまだ全然ね何も決まってないの、本当にさ、よくさあるじゃん、何も決まってないですって言って実は決まってましたみたいな、本当に決まってないから、なんかね、なんかこういう企画をやってほしいとか、あったらちょっと案が欲しいんですけど、みんながね、なんかこれ歌ってほしいとか言われても、ちょっと曲についてはちょっとナズナンが歌いたい曲を歌ったりとか、セットリストを考えるから、そうちょっとそれはね、もしかしたらね、みんなの言うことは聞けないかもしれないんですけど企画は本当に私考えるのがちょっと苦手で、なんかスタッフさんにもね、なんかね案を出してもらったんですよ、この前撮影フライヤーっていうか、ツイッターに載せたやつ、ツイッターに載せた横画面の私がでっかく写ってるやつは、宣伝するために撮影したんですよ、あれ。だからなんかもともとなんかのなんかのあれ、なんか当たったんだけどちょっと待って、ね、私が今気持ちよく話してたのに、なんか当たりって出てきた画面に。
そうなんだっけ、なあ、そうだから撮影で何かの撮影で使ったやつを使いますとかじゃなくて、そう今回のために撮ったやつだから、そうあのいろんなね、そのイベントに、今回の私のイベントに関わってくれるスタッフさんとかが撮ってくれたんですよ。だからそのスタッフさんがなんか企画の案とかも出してくれて、めちゃくちゃそれがね、なんか私の中で面白いと思って、それもやりたいなって思ってたりとか。でもやっぱりみんなの言うこともちょっとは聞いとかなきゃさ、みんながさなんかさ離れていくかなと思ったからただでさ、私さ SNS も全然やってないのにさ、急にさ、じゃあイベントしまーすとか言ってもさ、なずなちゃんなんで私、なんでさ僕たちのことさそうやってさなんかさほったらかしてたくせにさ、急にイベントやりますから来てくださいねなんて言うのみたいな思われたら困るから、ちょっとやっぱり私もみんなの意見聞いた方がいいかなと思ってはいそんな感じでちょっとやってますそうそう、だから今日はみんなのためにも前髪切ったんだよ自分でみんなのために前髪も切ったんだよ。ねえ、もうこれで勘弁して、本当に。願いだから。コピパンさん、もうありがとう。ヒロリンさんもやはありがとう。みんな着替えて。みんな、なぜなの、あの、あれにしてよ。また、また、ねえ、これ何？ねえ、私さ、本当にショールームやってないしさ、ショールームも開いてないからさ、わかんないんだけどさ、これはさ、外れもあるの？ねえ、みんな教えて、私に。なんでそうやってさ、私がさ、わかんないことばっかりしてくんの？ねえ。ねえ。ヤナさん、ありがとう。超久しぶりだった。ありがとう。ナベトラさんもありがとう。ネコスケさんもありがとう。告知見に来たよ、やばい。告知、あ、フォローしてくれた方もありがとう。私はそんなに配信しないので、ねえ、もしか、なんですけど、ありがとうございます。リュータさんも、やっほありがとう皆さん、あれは来てくれたのかな、この前、7月の13日にやった、あの、プロジェクト愛学園の、あの、イベントはみんな来てくれたのかな5人で場所されたけど。サインボール投げてほしい。確かに、大喜利大会やろう。モノマネショー、意味わかんない。あ、そう、ゲストは、2部あるんですけど、2部やらせていただくんですけど、クララとオカリナはどっちの部も出てくれて、1部のみが、セナちゃんが出てくれて、2部のみがランちゃんが出てくれます。多分みんな、ね、あ、これは激アツメンバーだって、多分みんな思うだろうなって思ったから、ちょっとあのやってみましたそうみんな出てくれてありがとうございます、本当に。そうあのね、そう、あのなんか他にもね、そう出てほしいなって思ってた子誘ったりとかもしたんですけど、あのなんかちょっとね、予定が合わなかったりとか、そう予定が合わない中でのね、そう1部だけとか出てくれたり2部だけとか出てくれたりしてるのもとてもありがたいんですけどね。そうまたいつかね、そのちょっと予定が合わなかった子もね、なんか私はねこの先もまたソロイベントをやるかって言われたら、あのちょっとやるかは分からないんですけど、そうあの定期的にやったりとかするあの予定はあの全くないので、私はそうソロイベントとか全くないので、なんかそのプロジェクト愛学園のイベントとかには出たりとかは多分すると思うんですけど、なんか今回みたいになずなのソロイベントとかは多分あんまりあの頻繁にやる予定はないので、もしかしたらこれが最初で最後かもしれないので、はい、ぜひ来てくださったら嬉しいですそう、そんなにやる予定はないです。そうなのでぜひ皆さん、これが最初で最後かもしれないので、はい、ぜひ来てくださったら嬉しいです。お願いいたします。そう、もう21歳になるの、私。だからもう、9月の7日だから、イベントが。だからもう、21歳になってから1ヶ月、あ、でも1ヶ月じゃないか。ちょっと、何週間後にやるんですけど、そう。だから、この前ね、プロジェクト愛学園っていうイベントに出させてもらった時も、8月21が私誕生日なんですけど、それまでに私なんかみんなに会う、そのイベントとかそういうのがないから、
これが最後だねってみんなに言われて、20歳最後の夏なんだねって言われてでもみんなねいじめてくるの、私のことほんと聞いてほしい、なんかえそうだねみたいなもう20歳最後だねって言われて、あ確かにそうだねって言って、21歳夏なわでもこんな感じそうだよねみたいな言われたから、だから21歳になったら私本当に大人になるから、やめた方がいいよそうやって言うのって言った、私言ったらみんななんかバカにして、なんか信じてくれないの、みんなあーそうだねバイバイとか言ったのねえ、なんなのみんなねえ何バイバイってみんな言ってきたそうね、当たりって何、これレアなの当たりって、なんかさっき2個ぐらい出てきたけど、えさくさんおめえありがとう、ありがとうございます。1233もありがとう、ね、当たったって何、みんな本当にさ、なんでさみんな当たったっていうだけで私に教えてくれないの、それみくちゃんもやはありがとう、外れが、え、むしろ外れ、嘘でしょ、じゃあさ私さ2回も当たりが出てんだけどさ、どういうことなのこれってどういうことなの、嘘、飲み会なるだって、そう、みんな今何してるの、ちなみに、てかさみんなさ最近何してたわけ、みんなの近況、近況教えてよねえみんなはさ何してるの、全然教えてくれないじゃん私に全然教えてくれないじゃん、なんかみんな何してるの最近ねえ教えなよそう、あ、そう、なんかそのスタッフさんからもさ、あの配信始める前にそのあのツイートして、あなんていうのツイートじゃないんだもん、あの投稿してそう投稿してやったんですけど、そう、それをね、そう確認してもらって OK って投稿じゃ OK だよみたいな言われた後に、なんかもう申し込み来たよみたいな教えていただいて、そう、誰が申し込んでくれたの嬉しい、ありがとうでもそのなんか何か特にあの今も、受付開始してるんですけど、あの今の受付はあの特になんか早いもの順とかじゃないよね、確か早いもの順じゃないって教えてもらったのでさっきあのなので、なんか今もうまた当たってんだけどね、もうやばいって、私のショールームみんな当たるじゃん、これ当たったらなんかもらえんの、そうで、なんかその先着順じゃないから、そうぜひ皆さんまだ全然間に合うので、今初めてナズナのことを知ったよっていう方もぜひ来てくださったら、多分私のことは多分きっと 100% 好きになると思うので、ぜひよければね来てくださったら嬉しいですお願いいたします一部にも両方申し込みました、だって嬉しい、ありがとう、ボブさんもヤッホーありがとう、あプロジェクト大学院行きました、当然行きました、だって嬉しい、ありがとう、そうゲストは一部がセナちゃんと私とクララとオカリナで、二部が私とクララとオカリナとランちゃんですそうなので気をつけてください、もしランちゃんのランちゃんを見たい方は一部にはランちゃんはいないので、それで後からちょっとクレームが来ても私はちょっと受け答えはできないので、そこだけはねちゃんと見てくださいはいそうそう、お願いします、そんな感じですかね、あとは私がツイート、あー間違った、投稿した投稿したURL に詳細が載っているので、ぜひよかったらチェックしてくださいカエルピョコピョコブピョコピョコさんありがとうM さんもありがとう、15分経過したありがとう、とそうセナズナンがそうなの
そうそうそう、ぜひ来てください。学校の予定で厳しいかもってね。またいつかできたらいいけど、ちょっと私は今やる予定が全くないので、そうね、よかったら来てくださいって言いたいけど、無理なもんは無理だよね。わかる、無理なもんは無理なの、わかるよ。とタツさんもやはありがとう。ありがとうございます。まだ21か、若いなって。みんな何歳なの？ね、みんな何歳なの？ねえねえ、みんな何歳？みんな何歳なの？教えて。ゆうやさん、YK さんもありがとう。見に来てくださって、こんばんは、ありがとうございます。嘘、当たりレアなんだ。トウモロコシ食べながら雷見て、意味わかんないんだけど。意味わかんないんだけど、ねえ。まず自分が何していたか報告をとか言われてる。ねえ、みんな厳しくない？なんか私に。え、私何してたかな。なんかみんなに報告できるようなことしてないんだよね、別に。なんかさ、なんかこれしたんだとかさ、ないの全く。私なんかさ、私さ、友達も少ないしさ、なんか別に外にも出ないから、そう、何もしなくて、そうだから、みんなみたいに誰々ちゃんの誰々に行ってきたよ、誰々ちゃんの何々を見てきたよって言えないの、私何もしてないから。そうだから、今ショールームしてるよぐらいしか言えない。だからみんな教えてって言ってるのに答えてくれない、みんな。あ、でもそうだそうだそうだ、なんか私ね、あのいつだっけな、1ヶ月も前じゃないかな、そう、なんかそのぐらいの時に、ね、私髪の毛を染めたの。それこそあのこの撮影をするから、あの髪の毛を染めたいと思って染めたんですよ。で、染めてからも私割とあの写真載せて投稿したのに、誰も髪の毛を染めたことに気づいてくれなかった。誰も一人も気づいてくれない。ねえ、どうなってんのこれ。ねえ、おかしいんだけど、みんな気づいてくれないの、普通に考えて。キョンのバスツアーでした。だってキョンちゃんバスツアーやったの？なんで私のこと誘ってくれないの？私だってバスの運転手したかったのに。ひどい。きょんちゃん誘ってよ、私のバスの運転手として参加したかった、一緒に。一緒に参加したかったんだけど、ねえ、ひどい。なんで運転手で呼んでくれなかったの？運転できないけど。運転できないけどさ。ねえ、運転できないけどさ、当たり。なんで？あ、エンピチョンさんもヤッホーありがとう。暑いねって。ねえねえ、みんなのところってさ、どれくらい暑いの？なんかさ、私ね、あんまりね、なんか暑がりじゃないの、私。なんか暑くても全然なんか毛布とか、毛布とか使うの全然、私暑いんだけどなんか毛布がないと私落ち着かなくて、年中無休使ってんのね、私。なんだけど、なんか今日暑すぎて今扇風機つけてるもん。なんかね、ここの部屋ね、クーラーがないから、そう、扇風機をつけてるんだけど、みんなのところってどれくらい暑いの？なんかね、私ね、この前ね、プロジェクト愛学園で東京にね行った時は、あのほぼね雨だったの。そう、雨だったからさ、なんかさ、もうなんかジメジメしてさ、暑かったんだけどさ、普通に晴れてる日やばそうって思って。みんなが住んでるところはどれぐらい暑いの？2部ならいけるかもしれません。みんな来てよ。トラッシュを飾るのやめた。ごめん。7歳。おかしいな人いっぱいいる、この配信。ちかくさん、やっほー。キットさんもありがとう、見に来てくださって。山健さんもありがとう、やっほー。ロールケーキ屋さんもありがとう。
ひどい、それだけはやめてください。免許持ってんの？持ってるわけないじゃんねえ、持ってるわけないじゃん普通にねえ、本当に持ってたとしたら私さ言うから、みんなに。普通に考えて、嬉しすぎて誰かに、みんなに、もうより多くの人に伝えなきゃなんか気が済まないから言うもん。私免許取ったら、ねえねえ免許取ったのみんな褒めてって言うもん。それがないってことはないってことなの、免許が。分かってよ、なんで聞くのわざわざねえ、なんでそういうこと言うのわざわざ。私のことバカにしたいのねえなぜなの運転するバスでバスツアー解散して、だってそれ誰か来てくれんのね、みんなさ、やばいやばい、なぜなん、なぜなんが運転手のバスツアーってことは、これは命がけで行かなきゃいけないってことだと絶対なるじゃんね。僕はまだ生きていたいからちょっと今回は行けないよ。なぜちゃん、僕はまだやり残したことがいっぱいあるから、ちょっと今回のバスツアーだけはごめんだけど参加できないんだ。なぜちゃんのこと本当に大好きなんだけど、あの命だけはちょっとかけられない絶対みんなこんな感じでしょ。あ、そうだ、聞いてみんな。私ね、なんかね、初めて冷房に、なんていうの、冷房に当たりすぎ、なんていうの、当たりすぎて、冷房に当たりすぎて風邪ひいた。多分なんか風邪か分かんないけど、多分風邪だった本当につい最近の話なんですけど、なんかね、なんか電車乗ってた時にね、なんか眠すぎて寝ちゃったんですよ私。そう、寝て、なんかでも冷房寒いなと思ってたの、ずっと。でなんか結構ちゃんと当たってたの私に、なんか本当に結構ちゃんと私に当たってて、やばい寒いって思ったんだけど、いやでもこれどうしようもないからなと思って寝ちゃったら、もう寝て起きた瞬間に30分ぐらい多分寝ちゃってたんですけど、もうその間にもう起きた瞬間にもう喉が痛いってなって、でもこれ多分乾燥したのかなと思って、普通にそう、喉、冷房に当たりすぎて喉が乾燥しただけかなと思ってたら、その後もずっと痛くて、でその日の夜、やばい、なんか熱っぽいぞと思って、でも私熱だったら怖いから測んなかったの、熱を測んないで、なんか一人でこっそり熱一日で下がる方法とか言って調べたりとかして、そしたらなんかもう体を冷やさずに温めた方がいいですってなって、よし、暑いけどなんかモコモコのパジャマ着てモコモコのパジャマ着て、もう今すぐに寝ようと思って、その日めっちゃ早く寝てモコモコのパジャマ着て、もう汗ダラダラのまま寝たの。そしたら割と元気になって熱っぽさなくなって、そう、でもまだ喉は痛くて、なんかちょっとなんか咳も出るみたいな、だからあとはもう喉だけだってなって、そう、 2,3 日ぐらい喉痛かったけど、そう、最近治りました、やっとそう、なんか暑かったけど冷房もつけなかったりとか、何、なんか弱冷房車みたいなを選んでわざわざ乗ったりした徹底しすぎてて、そう、徹底してた、めっちゃ。こんなに自分の体調でなんか徹底したことなくて、そう、すごかった。アッキーさん、ありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます。そうそうそう、嘘でしょ、40度超えてましたとか言ってる人いる、本当に言ってる、今日も暑かったのねって。あ、そう、よく見たら、そう、ソロイベントは北海道じゃなくて代々木のところのスタジオで、スタジオじゃない、代々木のところのところでやらせていただくので、そう、みんなにね、そう聞かれたの、その北海道でやるのって言われたから、北海道じゃなくて多分みんな来やすいのはきっと東京だろうなって思ったから、
東京でやるよってなって、だから多分みんな来れるだろうなみたいなそうなって死にたくないって言ってる人ねえ、なんでそんなこと言うの、おかしい。みんな、友明さんありがとうね。こんな話したかったわけじゃないの、私イベントの話をしたかったのねえ。みんななんでこんなさ、なんかさ私の悪口ばっかり言ってんの。違う、こんな話じゃないの。だからそのイベントでね、ソロイベントでまだ何も決まってないから、みんなにちょっとなんかやってほしい企画とかあったら、あの教えてほしい、やってほしい、なんかこんな企画があったらいいなみたいな企画案を聞きたかったのに、なんかみんな、なんかみんな私の悪口大会になってるねえ、おかしいよ。教えてみんな、みんな教えてよ。あ、ユーティーセクターさんありがとう。イベント両方当たったら見る、嬉しい、ありがとう。1883もありがとう。くんさんもありがとう、やっほーねえ、怖い人いる、多いとか言わないで、ね、でもその後優しい、無茶するなとか言ってねえ、みんなツンデレなの、ねえ、みんなってツンデレなの、もしかしてなぜなんか迷子にならずに無事たどり着けますようにって。いや本当にそう、私本当に迷子になるから、本当に私ダメなの、一人でどこも行けなくて、駅から近いところしか本当に行けないの私。だから今回のその全あのプロジェクト愛学園も本当に怖くて、迷ったら怖いと思ったから、クララ一緒に行こうって言って、一緒に行ってクララに全部調べてもらってついてっただけクララについてっただけ私そうカラコンか、そう、あのね、なんかカラコンをね、私ね、何、さっきの投稿の写真、投稿したさ、イベントしますっていう投稿した写真のね、ナズナンとね同じカラコンをつけてるんですけど、そう、なんかそのイベントのためにカラコンをつけてみようと思って、3種類ぐらい買って全部試して、なんか一番これがいいよって言われたから、これにして、でなんかカラコンってさ、なんかいっぱい入ってるから、だからなんかこういう写真撮るとか、なんかのこういうショールームするとか、なんかこういうみんなの前に出た時につけようと思って、今つけてる。どう？わかる？みんな茶色みたいな色みんなもお揃いでつけて、これお願いだからね。ねえ、みんな聞いてる？お願いだから一緒につけて、これお揃いにして、みんなでお願い一生のお願い、一生のお願いだから、これみんな一緒につけようおせぬくさん、まーくんさんもやっほー、ありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます。あ、なずなちゃんにかっこいい曲をく、うん、かっこいい曲歌ってほしい。そう、ほんとこういうのよ、こういうのが欲しいのに、なんか打ち上げ花火とかやってほしい、室内でとか、意味がわかんないコメントばっかりすんの、みんな。もうほんとおかしい、みんな相変わらずだよね、ほんとみんなってねえ、真面目なさコメントできないの、みんな。で今から真面目タイム入ろう、みんなねえねえ、みんな今から真面目タイム入ろう金魚すくいとかほんとみんなってそうだよねねえ、なんなのもともと茶色い目だと思った、全く違う、私真っ黒なの、ほんとに真っ黒いの、目が。そう、カラコンかわいい。そうだから、みんな同じカラコンしよう。そう、みんな同じカラコンしよう。コンタクト、私もさ、そう、本当に普通のカラコンならしてるんです。あ、普通のコンタクトか、間違えた。普通のコンタクトならしてるんですが、イベントの入り口で配布する。そしたら本当にみんなつけてくれんの？
とデマクゼプリンさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます。ムズナングッズが当たるビンゴとか見に来てくださって、確かにちょっと待って確かになんかさ、私日本語おかしいよね。何々さんありがとう、見に来てくれて、見に来てくださってこんばんはね、おかしい、もうおかしい。普通さ、見に来てくださってありがとうございます、こんばんはとかなのにさ、なんかさ、おかしくない順番ね、今気づいた、私これずっと前からさ、同じさ、この文章でさ、みんなにさ、こんばんはって言ってきたけどさ、普通に文章にしたらおかしいね。クララさんありがとう、こんばんは、見に来てくださって、え、おかしくない？なんか私本当に日本語おかしい時があるからさ、そういう時はさ、早く教えて、私が恥かかないようになんでさ私がさ、恥かく前に言ってくれないの？ね、ちょっと待って、やばい、私今日後ろ縛ってるんだったカラコン買うお金貸してって言われてんだけど、返してくれんの？そのお金は一体なぜなの、日本語は15歳ぐらいで止まってると思うから気にしなくて大丈夫だよ。ゆで卵早食いのギネス記録挑戦してほしい。イベント終わりのお話し会、あれなんかさ、ちょっと待ってね、どこまでさ出てるの、かゆなんかね、そのなんかこれが決まってるとかあれが決まってるとか、なんか本当にまだどこまで言っていいのかがちょっと分かんないんですよ。なんか何個かこれをするとか決まってるんですけど、そのイベントあれ、お話し会はある、あれちょっと待って、言っていいよね、あれお話し券って書いてあるから言っていいよね。お話し会は多分ありますきっと。その何、そのゲストの子があのお話し会に出るかは、あの私はまだ分かんないんですけど、その誰が出るとかは本当に分かんないから何も言えないんですけど、多分あの私が載せた URL にあのなんかグッズって書いてあるところに30秒お話し券って書いてあるので、多分お話し会はきっとあると思いますっていうのと、特典付き S チケット、さっきなんか S 席の特典はみたいな言ってる方いたんですけど、あの書いてた特典、古川なずなインスタントフォト風カード、一部と二部の絵柄は異なるものをご用意してますっていうのと、一部と二部のどっちも参加してくださった方には、あのなんか私のオリジナルフォトブックが、あ、オリジナルフォトブックがんをプレゼントがプレゼントされるみたいですね。あとはグッズはステッカーとかなんかブロマイドとかがあるらしいです。で、先行受付が今日の20時から7月26日の23時59分。なんでさ、なんで今になってさこんな詳細に言ってんの私そうで、当選発表が7月28日かな。で、一般受付が8月の10日からになってますね。そんな感じ？これはあの、私の投稿のあの URL に、URL を見たら、あの、飛べば書いてあるので、ぜひ皆さんそちらを見てくださいって感じですね。はい、ほらありがとうそんな感じ？ああるんですねやばいグッズに、あ、
そう。な、一応今回はなんか、なんか、何？なんもないソロイベントじゃなくて、一応なんか生誕イベントみたいな感じなので、そう、だからあの私のことをお祝いする気持ちで来てください。そう。なんかない、ただのソロイベントでーすとかじゃなくて、そう、生誕祭プラス初ソロイベントだよみたいな感じで、初ソロイベントって言ってるので、そう、生誕なので、あの、なずなの21歳を、祝いに来る、気持ちを持って来てください。お願いいたします。そう、生誕プロマイド、そう、お願いいたします。そうですね、そんな感じ。あとなんか言うことある？特にないですかね。今受付してるのは先着じゃないかな。多分受付が先着かな、多分。なので、あの、今すぐ申し込んで当たるとかじゃないかなって感じ。それぐらい、それぐらいですか。皆さんどう？割と詳しく今話したけど。激辛カレーに挑戦とか書いてあるんだけど、イベントで、イベントで激辛カレーに挑戦すんの。でその後さ、どうする？歌えなくなったら、みんな私の代わりに歌ってくれる？ね、みんな私の代わりに歌ってくれんの、それって。ね、激辛カレーに挑戦します。やばいやばい、口が痛い、もう歌えないよ。みんなどうする？あ、じゃあ僕歌いますあ、すみません。じゃあ、すみません。僕が、ここは行かせていただきます。ねえ、違うでしょ？やめよう、それは。でもね、私ね、これ、みんなに話したことあるっけ？私さ、デスソースをね、食べたことあんの。デスソースを食べたことがあって、あれはやばい。みんなってデスソース食べたことある？なんかね、私ね、あの、宿泊学習みたいな時に、一回ね、あの中学生の時に、あの、なんか友達がね、持ってきてたの。それを持ってきてて、なんか「あげるよ」とか言われて、と思って、本当にここに、本当にちょっと見えるか見えないかぐらいだったのに、もう食べたらあれやばかった。本当に痛すぎて、口の中が。そう、だからみんな食べる時は気をつけてって感じ。関山さん、ありがとう。マジック見たい？じゃあ私9月までに練習しなきゃいけないってこと？マジック嘘、ちょっとズルありだったら、ズルありだったらいいかも。ちょっと、うん、種も仕掛けもあるんだったらまだできるかも9月までに、うん、種も仕掛けもあるんだったらまだできる、うん、お願いします。それでもいいなら、あの、マジックはちょっと検討させていただきますはい、種も仕掛けもあるけどみんなはさ、今年さ、蚊に刺された？なずなんさ、一回も刺されてないの。あのね、私ね、本当にこれ言うとね、みんなにね、なんかさ、美味しくなさそうなんじゃないって言われるのかもしれないんだけど、本当に私って蚊に刺されない体質なの、多分。本当になんかね、私ね、毎年毎年刺されないの。今年もまだ刺されてなくて、そう、なんか人生で本当に何回、1、2回しか多分刺されたことないから、なんか逆に刺されたいの、私。刺されてさ、そのさ、痒さをね、一度味わいたいの。なんかだから、私のね、お兄ちゃんとかは結構刺されやすいのね。だからよくさ、あのさ、なんかこうやって塗ったらさ、冷たくなるやつあるじゃない。なんかあれをね、私がね、子供の時にね、お兄ちゃんがこうやってやってて、お兄ちゃんは普通に蚊に刺されてるから、こうやってやってるんだけど、なんか私は蚊に刺されてないのに、それが羨ましくて、どこにもね、蚊に刺されてない、痒くない肌にやってたそう、しかもでもそれをやるとね、あのね、親に怒られるの。ねえ、やめてって言われるの。そう、蚊に刺されてないのにそれやってどうすんのって言われるのね。だから、あの、何それ、やっぱさ、私の近くには置いてくれないの、それを。そう、さ、あの、すぐ
なんか暇さえあればこうやって塗っちゃうから私。そうだからダメだと思って、なんかあのお兄ちゃんの部屋とかにね置かれるのね。お兄ちゃんの部屋の机とかに置かれるから、あの私は誰もいない時にこっそりお兄ちゃんの部屋入ってこうやってやったりしてた。そうこうやって別に痒くもないのにお兄ちゃんの部屋にこっそり入ってあのそれを見つけてこうやってやったりしてた。懐かしい。そう今は別になんかやりたいとか思わないけど、なんかその頃のナズナはあの本当にそれが憧れすぎて、そう憧れすぎてずっとこうやってやって、そう痒くもないのにただ冷たいだけ。そう懐かしい記憶が蘇った今。そうか私すごいさ、あの私多分変だから、その自分であんまり言いたくないけど自分のこと変って言いたくないんだけど、なんかね変なところに憧れんの私。だから私さ小学校3年生の時とかもさ、あの小学校の時ってさあの何目がさ目悪いかこうやって調べるやつあるじゃん。そうあれとかも私のなんか隣の席に座ってた男の子がメガネをしてたのね。でメガネをしてて、だから私それに憧れて、あの目めっちゃいいのにわざと目悪こえ見えません見えませんとか言って、あっ見えないですんみたいなやって、でやっぱさそれってさなんかわかんないじゃん。それってさ本人がさ見えないって言ってるんだから見えないんだろうなって思うじゃん、やっぱあのそのお医者さんの人は。だからあのそうやって書くのよ、やっぱりこの人は 0. 何とかさ、あのその結果をもとに書くから、でこれだけ目が悪かったらあのちゃんと病院行ってくださいって言われるんだけど、私それであの言われちゃって、そう見えませんって言いすぎてあの病院行ってくださいって言われて本当に病院行ったんですけど、そうあよしメガネの第一歩だって思ったんだけど、そう結局なんか本当にちゃんとした病院に行ったらなんか嘘つけなくて、結局多分それでメガネじゃないんだと思う。でも今目すごく悪くなった、逆にもう目悪くなりたくないのに逆に目悪くなってきたの最近。そうみんなそういう憧れてさわざとやったことある？てるてるくんさんありがとう、やっほー。私 B 型。私さなんかね、私ね絶対初対面の人に A 型って言われるの。そうなんか A 型って言われるし、喋る前だったらえすごい頭良さそうだと思ってたのにって言われる。なんか多分私見た目がなんか頭いいよく見えるらしい。なんかねそうすごいいろんな人に言われるの。だからいつもそのクラス替えとかした時もテストの点数見せるとびっくりされるの本当に。えこんなにこんなんだったんだって言われる。いつも普通に失礼だよね。ね普通に失礼じゃない？私はその点数に誇り持ってんだけどと思って。そう一応頑張った結果なんですけどって思いながら、確かにいつもみんなに頭良さそうだねって言われるって言ってる。そう私頭良く見えるらしい。いっちゃんさんありがとう、やほー。今はね今視力が分かんないんだよね、どのぐらいか。でも本当に結構多分悪くなってると思う本当に。なんか私ねだからこれも憧れてたんだけど、目悪くないのに目細めたりとかすんの私小さい頃。あのそれに憧れて、そうなんかかっこいいって思っちゃって、なんか目見えんのにわざとこうやって目細めるのね。そうとかもやってたりしたんだけど、最近本当にあ目細めたらこんなに見えるんだっていうのが分かったの最近。目悪くなりすぎて、そう目悪くて目見えなくて目細める人ってどういう感覚なんだろうって。こうやって目細めたら見にくくなるのね。だからなんでみんな目細めてるのって思ってたんだけど、最近ようやく分かるようになった。目細める理由が、目細めたら本当に見える。そう、そうなの。
そう、喋るとバレるらしい。そうそうなんだよね、いろんな人に言われちゃう。そう思ったことない。でも多分みんなさ、ほぼね、ここにさ、こうやってコメントしてさ、私のことバカにしてるみんなは多分本当に最初の頃の、何、私がショールーム始めて本当にすぐの時、まだアイドルにもなってない候補生の時の一番最初のショールームを見たら、多分あ、この子頭いいんだろうなとか、あ、この子多分おしとやかな子なんだろうなって多分思うと思う。本当に今はさ、こんな喋ったりとかさ、なんかもう勉強できないキャラ、いや本当にできないんだけど、できないキャラになってるからあれなんだけど、だけどその時の私を見たら多分あれだと思う。みんな、あ、この子頭いい子なんだって多分思うと思う。って感じ。そんな感じですね。ってことで、もう結構した私配信。そんな感じですかね。ちょっと今ごめんなさい、連絡来ててめっちゃ目が上に見てた。そう、そんな感じですかね。なので私はね、まあ、頭は良くないですけど、ね、多分勉強すれば多分できるの。勉強しないだけ、そうそうで、しないだけだから、できないとかじゃなくて、そうしないだけなので、本気出したらやばいよっていう感じ。私がもう勉強が趣味になりだしたら多分本当やばいよっていう感じだから、みんなそこは気をつけてくださいっていう感じ。今はまだ本気を出してないし、勉強にはまってないから、まだみんなそんなことを言えるけれども、私がちょっと本気出したらみんな痛い目合うよっていうこと、そんな感じです。ではそろそろ終わりたいと思いますので、ギフトを読みたいと思います。ちょっと待ってね、これもしかしたら消えてるかもしれないので、ちょっと消えてたらすみません。ちょっと待ってね、うちの端末でも確認しながらギフトを読んでいきたいと思います。私いつぶりなんだろう、ショールームしたの。ちょっと待ってね、わかんないや。じゃあまずこっちから読んだ、どっちから、こっちから読みます。消えてるから、やばい、消えてる。ちょっと、もしちょっと多分今消えてる方がいるので、ちょっと消えちゃってたらごめんなさい。読みたいと思います。よし。オノピーさん、なんだっけ、ミラーボール、ありがとう。オレンジさん、なんだっけ、これ私なんて言ってたっけ、もう覚えてないや。命みたいなやつ、なんだっけ、命、ありがとう。で、本当に覚えてないや、ごめん。なんだっけ、ぐんちゃんさん、くま、ありがとうございます。はやおきさん、アイスありがとう。ぐんちゃんさん、推ししか勝たん、これ何、ありがとう。何かわかんないけどありがとう。オレンジさん、だるま、いっぱいありがとう。ムサハルさん、ハートありがとう。はやきさん、バラ、ありがとうございます。つかさん、ペンライト、ありがとう。オレンジさん、ダイヤさん、レインボースター、ありがとう。デモカゼプリンスさん、これ何、これ何、シャボン玉みたいなやつ、シャボン玉、これ何、クラゲ、なんかよくわかんないやつ、ありがとう。あきえみさん、流れ星と
なんかいろんな種類のアイスありがとう。ねみんなってさチョコミント食べれる派？私は食べれない派なんだけど、みんなはチョコミント食べれるの？としんちゃんさんもレインボースターありがとう。オノピーさんアイスバニラアイスありがとう。はやきさん多分これチョコミントだよね、ありがとう。とあとしのりさんシャボン玉ありがとう。とオレンジさんかわいいありがとうございます。ザキヤマさんお金ありがとう。いっちゃんさんハートありがとうございます。とダイヤさんレインボースターありがとう。コウタさんたこ焼きありがとうございます。マサールさんハートありがとう。いっちゃんさん風呂敷、風呂敷合ってる？ありがとう。としのりさん、すずかちゃん、アイス、ありがとう。むさるさん、だるま、ありが、だるまと音符。ありがとうございます。ザキザキザキさん、ハート、ありがとう。デマグチャプリンさん、カップのアイス、ありがとう。としのりさん、全種類のアイス、全種類？多分これ全種類だよね。ありがとう、アイス。ダイヤさん、結婚して、ありがとう。むさるさん、だるまと命、ありがとう。オレンジさんありがとう、お疲れありがとう。なんだっけ、今日もみんな見てくれてありがとう、お疲れとデマカセプリンさんシャボン玉ありがとうチョコミントみんな苦手、好きな人いると、ちょっと待ってね、どこまでのかと、翼おしいさんこのなんか受けを持ってるクマありがとう。佐藤さん、伊藤佐藤さんアイスありがとう。豊さん、ハリケンさんもアイスいっぱいありがとう。ケンさんハートありがとう。とあハリケンさん、モビさんもアイスありがとう。ジュンちゃんさん、ダイヤさん、レインボースターありがとう。とつかさんハートありがとう。モチさんなんかプレゼントみたいなやつありがとう。ジュンちゃんさん、青と黄色のだるまありがとうございますとつなまやさん、レインボースターありがとう。ごめん、かゆかったとつかさんなんかすごいアイスありがとうつなまやさん、プレゼントありがとう。まさるさん、アイスありがとう。RZV さん、だるまありがとう。もびさん、アイスありがとうございます。オレンジさん、もびさん、レインボースターありがとう。つばさしんさんプレゼントありがとう。ゆうさん、シャボン玉ありがとう。のぴーさん、結婚してありがとう。違う、結婚してと、なんだっけ。ミラーボール、ありがとう。クリアランさん、尊い水、ありがとう。あ、ここから、ん？ぐんちゃんさん、くま、ありがとう。あ、ここから全部読んでる？デマカゼプリンさん、グッドゲームありがとう。つばさんしんさん、アイス、ありがとう。ちょっと待ってよ。あのぴーさん、シャボン玉ありがとう。はやきさん、青と黄色のだるまありがとう。これで合ってる？全部読めた？ありがとう。あ、そうだ、友達だ、私の友達だった、ありがとうあ、チョコミント無理派、チョコミント食べれる？無理、食べれる？あまり好きじゃない、本当に半々だねのずちゃんが本気出すまで頑張っていきないと。そうだよ本気出された困るなんでだよということで、今日はね、私の初ソロイベント、生誕祭イベントの告知配信でございました。そんな感じですかね。それでは今日はなぜなら結構久々にみんなと いっぱい喋ったので、一人で喋ったので今日はそろそろ終わりにしたいと思います。もう眠くて目が開かないよ。それではぜひ、9月7日にソロイベントがありますので、ゲストも来てくださるので、ぜひ皆さんよかったら申し込んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは皆さん、なんだっけいつも言ってたの覚えてない。それでは皆さん、今日も来てくださってありがとうございました。バイバーイだっけ、わかんないやごめん、わかんない。あ、またまたショールームしますみたいな、フォローと推薦コメントよろしくお願いします。またいつか配信しますありがとう、バイバーイ、またねー